私リップどこ置いたっけ。まあいっか。こんばんは。夏越せないかも。今リップ顔にテカリがある。ちょっと頑張ったんよ。あれ衣替え。でもこれで夏先取りしすぎて、こんばんは。今日のソファー片付いてる今日のソファー片付いてます。ふうふう、口が濃くなりすぎた。どうしよう。めちゃくちゃ雨降ってます。はい、今日はめっちゃ雨やばい。雨すぎてびっくりする。もう土曜日は晴れ。あ、そうじゃん、今日はさあれですよ。何サラピがあれやってる。画面外がすごいことになってる可能性もあるな。え見えてる。服を模様替えしたんで、ここにもう今年よく着た服を一旦ここに出しています。山積みになっております。画面こんばんは。でも大丈夫、意外に綺麗。明日もカープなさそうじゃね。今日ねカープなかったね。もう阪神負けたけ、昨日負けとったけね。もう衣替えの季節ですよ。見せて、いや見ません。画面左側に、はい、雨。明日も雨っぽいね。なんかこういう雨の日ってさ、なんかあれじゃないですか、なんか朝も朝が来ても全然晴れてないけ、なんか全然その一日が始まった気がせん。逆にめっちゃ晴れの日ってもう朝だな朝が始まった気がするもん。全然ない。明日も中止ですよきっと。行きたかったね明日。ゴールデンウィークなんか大体晴れるじゃんか。え、晴れてるかな。え、どうなんだろう、どれぐらい調べたら出てくるんかな、ゴールデンウィーク天気みたいな。ゴールデンウィーク GW 天気、これなんて調べたいんだろう。例年ゴールデンウィーキ東京過去の、でも毎年晴れてるイメージないけど違うのかな、まあ、地域によるか。え、ねえそうよね、ゴールデンウィークって晴れのイメージよね。本当にね、例年、過去。こんばんは。うん、今日は歌舞伎町でフェスだったけど風強すぎてやばかった。え、やっぱ、え、私も昨日出たフェスではめっちゃ風が強くてね、暑い。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク天気イメージでした。そうそうなんですよ。どうなんだろう、今年は雨だからな、雨のイメージ。
ト GPT 出た AI のそれどうやって開くのアプリ。こんばんは。フラワーフェスティバルは1日が雨降るイメージよ。ああ、ゴールデンウィークの最初、それからめっちゃ晴れる。 STU の私の傷が、ね、これバンドエイド貼らなきゃだな。傷に絆創膏って貼った方がいいのかな。私舐めて治るみたいな、自然に当てた方が傷めっちゃ痛いよね。なんかこれなんか分かったんですよ、私何で怪我したか。多分折りたたみ傘なんよね。よいしょいや、その絆創膏は貼らん方がいいみたいな。もしここにバイ菌が入ってずっとそこでこう貼っとったらいけんみたいなことをなんか聞いたことがあるけ、消毒してそのままがいい。ねえ、そうよね、キズパワーパッドね。真珠ん何製、真珠製、真珠製のやつもある。キズパワーパッド水で流して自然乾燥させた方がいいよね。そうしとく。湿潤性、液体絆創膏、キズパワーパッドとかね。そうします。かさぶたが絆創膏の効果持ってるんよ。あ、じゃあもうね、かさぶたです。てかすぐかさぶたになったけん大丈夫。最初さ、もう普通に白い服着とったけどさ、なんで赤いんと思って、なんで袖赤くなっとるんと思ったら、え、鼻血と思ったらここが怪我してた。びっくりした。愛野さんの YouTube 見ました。自然乾燥だと跡が残ることもある。え、そうなの、どうしよう、やだ。あれです、キズパワーパッドなるべく早く買いますって言ってから、言ってたらもう治りそうだから大変です。傘にぶつけたのか引っかいたのかちょっと分かんない。治癒力、人間治癒力、やだ。回復力早そう、わかる若いから早い、治るの。ちょっと待ってまあそっか、そうですか。こんな深いけど、深くこうあれなことないけどさ、かさぶた剥がしたらあかんよ、かっこ振り、いや振りじゃないんや、振り振られてもそれ乗らんけ、剥がしませんよ、集中する、ここに今。若いけん治るの早い、舐めとったら治る、知らんけど、それはね、あれなんかもしれん。今まで骨折もしたことないけ、したことある人おる、え、これ一回聞いたことあるけどね、意外にお、らんのよね、あ、意外におるんよね、骨折したことないっていう人が。かさぶたは痒くなるよね、え、昨日ね、書いた、危なかった、いた。こんばんは。ないです、あるよ、1日に3回小指ぶつけて骨折したかな。え、運悪、え、どういうこと、不注意すぎる、小指はそんなに当てちゃダメよ。
28年生きてきて一度も骨折したことがない。捻挫もない。いやそれはすごい。私打撲、人生で一番の怪我は打撲です。足と指やりました。やばい。知らん時にしれっと劣ったことあるから注意。あー、知らぬ間にね。なんだっけ、疲労骨折みたいな。疲労骨折ってどうやったらなるんだろう。え、私一回なんだっけな、高校の時に卓球部の女子のね、卓球部の友達が急に疲労骨折なって、どんだけ卓球頑張ったんって思ったもん。めっちゃびっくりしたもん。そんな、なんか、疲労骨折って何って、なんかどこ、ちょっとずつ折れていく感じ。ちょっとずつ折れていくって何、怖い。俺も左足したことある。疲労骨折ですか。どうやったらなるんだろう、怖い。こんばんは。私も気をつけよう、疲労骨折。どんだけ踊ったみたいになるか。そっか、私打撲じゃけんな。公演の MC 中に滑って大怪我したこともないね。多分あるよ。あるけど、あんま覚えてない。あるか。あるか。それはよくある。ね、ちやめて。ある。あるけど、あんまり覚えてない。めちゃくちゃカサカサになっちゃった。どうしよう。ワセリン塗ろう。ある、あるけどね。あるけど次。待って。滑り芸だよねってやめてくれ。ちょっと。そうだよ。骨粗鬆症になったことないよ。骨粗鬆症になったことはないね。こんばんは。多分あるよ私。え、言えてない。これ骨粗鬆症でしょ。言えてない。骨粗しょう症でしょ。え、骨粗しょう症なの。骨粗しょう症、骨粗しょう症言えてるやん。骨粗しょう症じゃろ。骨粗しょう症でしょ。骨粗しょう症。え、もしこれさ、どうしよう。そんな、そういう、言えてない。え、今言えてない。今言えてるでしょ。骨粗しょう症でしょ。あ、骨粗しょう症って言った時だね。骨粗しょう症でしょ。みんな気をつけてね、骨粗しょう症には。しっかり牛乳飲んで骨粗しょう症対策してね。言葉を覚えたての赤ちゃんみたい。何回も言うから、何回も言っちゃうから。骨粗しょう症ね。男はなりにくいの。あ、そうなんだ。なんかね、保険じゃなくて家庭科の授業で出ましたよ。どちらが骨粗しょう症の人の骨でしょうみたいな、骨の中でしょうみたいな、この食パンみたいなね、形の骨があって、もうすっからかんの方とあれの骨、骨粗しょう症ね。
もうスカスカなんですよ骨が。でもそんなことあるって、そうなることあるって、もうあるのか、どうだなんの。GCIF で初めて生ココアちゃん見ました。昨日ありがとうございました。名古屋ピオリンチャレンジ失敗。骨密度ってやつ、それそう女性は出産した後になりそう、なりそう、確かに無理なダイエットとか、ちょっと私も気をつけよう、無理なダイエットはしすぎないように適度にしよう、そんなに痩せてないけど。骨粗しょう症調べてみる、骨粗しょう症について。で、牛乳大好きですよ。キャベツの食べ過ぎ。でも骨粗しょう症はね、なんでこんな感じなの。栄養バランスの偏り、遺伝とかだから大丈夫だわ。遺伝、何を食べたらいいの。骨密度を上げる食べ物、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品。私牛乳飲みますよ、豆乳とか飲む、牛乳、豆乳、ヨーグルトも好きやし人生で一番骨粗しょう症聞いた日やばい、骨粗しょう症ね。これテスト出ますから、ここここテスト出ますから。ビタミン D、 適度な運動、ここテスト出ますから。骨粗しょう症の漢字難しい、じゃけテストではひらがなで書かされとったんやっていう。なるほどね、これは小学生かけん。骨粗しょう症はさまざまな方法で改善できるそうです。え、待って、私骨粗しょう症の子みたいじゃない、なってないですよ、私なってないですよ。15分日光浴びる、え、やっぱ日光って大事なの、太陽って偉大なんです。え、これ前もなんか言ったよね、太陽ってね、偉大ですよ。ビタミン D、 ビタミン D ってね、何から得られるんじゃろうね。骨粗しょう症にはならないようにビタミン D をね。デジャビューみたいな桜の日。え、骨粗しょう症なの、元気出して。でも骨粗しょう症じゃないよ、私言えなくなってきたしこんばんは。日光に当たると骨が作られるってこと。3つある。これはヘタレたち用の衣装と、何の衣装だったか、ヘタレたち用の衣装ともう一個、
なんかの衣装で、え、シチューって肩が意外にね、出てる衣装が多くて、いや花材の衣装じゃなくて、おもこい、思い出せる恋をしよう、そう、そうなんですよね。いや残念少女の、残念少女出てるから、残念少女やってないっけ分からんけど、もう恋じゃなかったっけ、肩出てないか、肩だけで、肩とでも腕はあるっていうのがあって、そこでね、なあちゃんも同じこと言ってました、肩にほくろがある、なんでって、いやなんでか分からんけど、手とかね、え、そう、昨日ね、昨日の衣装も出てたかな、肩、あ、出てないか、可愛いですか、隣のバナナ出てない、出たやつ何だったかな、でもあのヘタレたちの衣装はここだけめっちゃ出てるんですよ、夏来たなって感じ、ワンポイント、ワンポイント、足が出る衣装はねゴゴリバのオープニング衣装、ほくろ、ほくろじゃない、え、ほくろのイントネーション違う、ほくろ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 、りくろみたいな感じ、ほくろ、ほくろ、ん、わかんない、ほくろだよ、どっち、ほくろ、え、わかんない、わかんない、ほく、ほくろ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 ね、ほくろが、ほくろが、そうですよ、まあでもなんかイントネーションは違っても通じるけいいよ、ふくろ、ほくろ、ほくろイントネーション直さんとはね、いちごもイントネーションわからない、いや、いちごはいちごじゃろ、マグロ、ほくろ、あ、ほくろか、マグロ、ほくろ、マグロ、ほくろ、マグロ、ほくろ、マグロ、マグロ、ほくろ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 、うん、言いやすい、ほくろ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 、マグロ、分かんない、イントネーション警察、じゃあ難しいですね、広島に、でもなんか広島ってあんまりね、でんって言われる、でんってね、こう広島弁ってあんまりでんねって初対面の人に言われるんじゃけど、意外に喋っとったらなんかそのほくろとか、あと何だったかな、今までなんか変なイントネーションだったやつない、なんか私が変なイントネーションだなと思う、地方によって変わる、めっちゃ出とる、そっか私出とらんって思った時、出とるんじゃん、あ、タワンね、タワン、あ、それソラハにね、あのこの前そのソラハと福ちゃんと、まあ東京でのお仕事で一緒 でお仕事帰りにおかしな森永のおかしなお菓子屋さんにいたんですよ、アイスボックスの
ドリンク飲むために行ったんよ。でそしたらあの電車に一緒に乗ったんよ。電車に乗って移動したんじゃけど、そしたらその人が多くて席座れる感じじゃなくて、であの釣り革を持とうとしたら、私釣り革持てんわって単腕キー持てんわって言ったらね、ソラハもね、え？単腕ってなんすか？単腕ってなんすか？って、単腕ってなんすか？単腕って届かんっていう意味みたい。あ、ほんまに広島なんやと思う。兵庫まで行ったらこれ通じんものなんじゃって思ったもん。ほんまに広島の、いや違う、潔癖症じゃなくてほんまたわん方だけ、もう無理だって。え、それなんすか、それなんすか、なんすかって、え、たわんってなんすかって言われて、え、たわんってなんて言ったらいいん、たわんのよ、たわん届かんみたいな。あ、なるほどね。ほんまに兵庫に行ったらわからんのんだなと思って。ね、岡山も通じるのかな、おきちゃんに聞いてみよう。たわん、僕はジャケが好きだわ、面白いし。ね、面白いって何、ジャケ何々ジャケ、いや、なんかラジオやってた時もさ、え、じゃあさ鮭が好きな時、鮭が好きだからっていうの、鮭好きじゃけとか言うのみたいなこと言われたもん。まあ、鮭好きじゃけ、まあ、言うけど、まあ、わざわざ鮭好きじゃけってさ、あの何、鮭好きじゃけって、あのその、まあ、言うけど別にわざわざ、あ、鮭好きじゃけーまでわざわざ言わんけど言わんけど、まあ言うけどみたいな、じゃけしゃ好きじゃけーもうわざわざ言わんじゃん。で、待って、今さ、そう、服を整理した時にね、棚にあったんやけどさ、これさ同じやと思うやん、同じ CD やと思うやん、目線が違うんよ、わかる？もう間違い探しみたいだったよこれ。見とる方向が違うんよ。すごくない？びっくりしたんやけど。あ、これ一緒だと思ったら、え？違うわみたいなもん。全然違う、目線がね、目線だけじゃないけど、うん、びっくりした、間違い探しみたいだった。ぜひ間違い探ししてみてください。言われるまで気づかんかった。こんばんは、この驚きは可愛い、え、この驚きですか？いや、ちょっと待って、ちょっと CD があるじゃないですか、まあ、この目の前に、まあ、その、え、結構整ってますよ。最近さ、あ、CD でもらった広島のメープルもみじ、メープルもみじラングドシャ、え、ラングドシャってこうやって書くの、ラングドシャット、ラングドシャット、え、ラングドシャ、ラングドシャット、ラングドシャット、ラングドシャット、なんか広島に住んでると逆に食べないから
逆に食べないからね。うまいよ。ラングズチャット。え、何語なんだろう、気になる。ドイツ語とかフランス語とか。フランス語っぽくない？違う？ラングドシャ。え、に、もうそれをカタカナでしたら、え、英語なのかな。フランス語っぽい。これめっちゃ美味しい。メープル味って書いてある。逆にね、分からん。フランス語？フランス語？ラングドシャット。それっぽく言ってるけど、ラングドシャット。フランス語で猫の舌。猫の舌？え、どういうこと？ラングドシャット動画低関心なのかな。チャットが猫、あ、チャットが舌。ラングラングラングが猫。フランスっぽい。カヌレ、カヌレもなんかカヌレじゃないのかな。フランス語でカヌレ。カヌレ、カヌレドボルドクサ。あ、カヌレドボルドーらしい。ほん、あのフランスのボルドー地区が発祥のお菓子で、だからそうだよ。え、すごくない？ラングドチャットからさ、カヌレはどうなんだろうっていう思考。ちょっと私っぽい、気になっちゃうんですよ。カヌレ、カヌレ、カヌレドボルドクサ。あ、カヌレドボクスボルド。フランス語。シュークリーム、え、シュークリームもフランス語なの。いや、なんか聞き慣れすぎて。え、フランスってお菓子すごいね。シュークリームの話してか。お、シューレクリーム。待って、え、すごい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 。シューレクリームみたいになったら、当たり前にシュークリーム、シューアラクリームらしい。シューアラクリーム、ほんとだ。キャベツ、みんなキャベツキャベツ言うけ、クリーム入りのキャベツらしい。あと何？エクレア、エクアレクリームやる、どうせ。違った。エクロショコラ、エクロショコラ、エクレ、エクレールだし、エクレロショコレート、ショコラ、ショコレート、マカロン。ぽく読むねってやめて。もうすぐ見る。うわっ、え、マカロンはイタリア語らしいよ。かい、マカロンはイタリア語らしい。アマカロレ、うん、あがついてるけど、え、違うのこれ。イタリア語の甘カレーみたい。甘カレー、甘カレー、甘カレーやばい。甘カレーみたい。甘カレーやばい。あー面白い。甘カレー、甘カレー、甘いカレー、甘カレーとは言わない、別にね。甘口カレーならわかるけど、甘カレーとは言わんよ。え、フランス語なの？あ、分からん。他に何がある？甘カレー、フィナンシェ。
どうせフィナンシェみたいな。フィナンシェはフランス語で金融かお金持ちを意味する言葉です。フィナンシャー。マドレーヌ、どうせマドアレーヌとかじゃないの、どうせ違うのかな。さっきから当たってない気あれだけど、マドレーヌ、マドレーヌ、マドリアン。もう全然違いますから、こう全然違うけど、なんかそういう感じで書いてあんの。マドリアン。マドリアン、すごいねフランス。なんかな、でもフランスってそうよ、だってあのトレビアンね、トレビアンだもんね。コカはフランス語でも一緒？ええ違うの？違うのかな？カカオ、カコ、カカカカ。えカカオ、コカオカカカオなんやけど。え？コカはフランス語でカカ。キャキャオ、キャキャオ、フランス語でキャキャオ。え、フランスの名前、フランスの名前どうなるんだろう。キャイキャキャオみたいになってことか。キャイキャキャオ、キャキャオ。昨日のライブありがとうございました。キャキャオ、キャキャオ。なんでもいいです。なんでもいいです。なんて呼ばれてもいいです。キャーキャオ、キャーキャオ。キャーキャオ。前髪。もう雨だからボサボサだよ。今度から自己紹介するよくないですよ、よくないですよ。広島県出身19歳のキャーキャーキャー。 笑っちゃうわ、自分で自分で笑っちゃう。でもフランス語とかね、あの最近エイリオンスタジアムの時に、え、あ、これってこう言って言うんだっていうぐらいドキドキ。花は誰のもの、まさか5カ国語、5言語で歌うと思ってなかったけど、そうですよ、そう、まだ英会話してますよ。でもあの週2週3ぐらいに減らしました。週2週3のあの自分でできるやつ。英語の次に何を覚えたい？え？中国語？なんか中国語って何言う、なんか難しそうだから、うん、難しそう。英語もまだできてないですけど、英語もできてないですから、本当に難しいって言うん。でまだ英語も全然、他に何語があるんや。スペイン語とか、え、メキシコ、メキシコってなんか喋ってる時にルルルイみたいなこと言うよね。なんとかもうトルティリアみたいな、トルテルリアみたいな感じで、あ、四個。オラ、オラ。違うんかな。トルコ、トルコ
え、巻き舌できん。トロトロリートロトロリーやトロトロリーや言えんけど。中南米はだいたいスペイン語。あ、そうなんじゃ。スペイン語って何？こんな感じ。だからトロ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 リーや。挨拶ぐらいはできたいな。巻き舌したい巻き舌したい。できない。できむずいむずい。巻き舌できる人ってなんでそんなにさできるのかな。あ、そう、舌が短いんですよ。私できない。絶対に本当に舌が短いんですよ。巻き舌得意じゃない全然本当に。え、巻き舌得意って言ったことないよ私。ちょっと待って待って。で全然できない。もう初期の頃かなんかの時にあのボイトレの先生にこうみんなの前でこう巻き舌をしていくんやけど、なんかいやできなくて、それが恥ずかしくて、ちょっとずつ後ろに下がって当てられないように、ちょっと後ろに下がってターンが回ってこないようになんか隠れた記憶がある。いやそんなことしてたな。でも結局やったんですけどね。できなかったけど、トゥルル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 ね、感想でトゥルルルルやる人おるんやけど、ほのたんがちょっと上手で、ゆねなも上手で、パセリがね巻き舌苦手なんですよ。トゥルル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 でも担当じゃけめっちゃ面白い。こんばんは。ちっちゃい頃からできんけえさ、もうちっちゃい頃からできんしかったし、なんかめっちゃ記憶が覚えがあるのがね、保育園とか幼稚園の時になんか巻き舌してる私を見て、できない私を見て、なんかできる子3人ぐらいが自慢してきた記憶がある何この記憶。もう私できるよっていうのをめっちゃ囲まれてなんか自慢された記憶がある。で私できんよって、でもやってみせるねってできんけど可愛くないですか。え、巻き舌、そう舌が短いの。そう自慢されても無理だった。でもなんかこうそうクレン時代、クレンに住んでる時代幼少期の私できる、みんなできない私を見てみんなが集まってきて3人ぐらいね。でできない子を探して、できない巻き舌どこ探してたんやけど、みんなできて、なんか謎にもうすぐその話題変えた。もうすぐやめた。できんもんだって。巻き舌頑張ってもできんもんだって。何年経ってもできないんですよ。そう幼少期です。リアル。じゃあ電話音できん。あ、電話音できん。プルルルルルってやつやろ。プルルルルルルルってか、プルル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 ル
早口言葉はできん。早口言葉はでも何訓練って言うやん。あのお天気のキャスターを始めて、あの何ですか、ジップのお天気を始めて、で練習しとるもん。早口言葉この舌をなんか噛んで、舌のストレッチみたいあるん。それでね、広島雨ですよ。カープがなくなるほどの雨で、あの明日も雨。そう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 。舌を噛むのなんか舌が知らない、舌もね筋肉だけね。そんなもう何みんなが思うような噛むじゃないよ。もうくっくっこんなくっくって噛むじゃなくて、こうあのカッカ軽くね、こうやって軽く、もう本当に軽く噛むぐらい。そんなねもう力全力で噛まないき、そんなことですね。軽く噛む、甘噛み、それもなんか大事らしい。マッサージ的な感じ。そう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 、そういうこと。滑舌ってね難しい。緊張、これも生放送なんだけどね、これも緊張感あってやらんといけんやつやけどね。でショールームのね初めてやったこときのこと覚えとるもん。あの何初めてショールームやったときの思い出ね、あのオーディションの時かなんかの時かな、なんか本当に普通に今となってはもう何年もやってるけさ、ショールームをねこうコメントとかでこうリアルタイムで来とるってね、そのなんかリアルタイムであのあれが来とるっていうのがちょっと実感して、こうまあそれもなんかあ、まあ時差とかも感じるじゃないですか。オーディションの時はなんかそれがすごい不思議だったよ。なんか何て言ったらいいんだろう、自分がこう喋ったら10秒後ぐらいに何々何々って私が話題をしたことに対してこう言葉がね返ってくるのがなんかすごいなんか新鮮だったというか、いや今も新鮮だけどね、今新鮮ではないけどね、もう6年ぐらい感じたけど、逆に今となってはめっちゃ時差ある日あるなとかめっちゃ思 う。今日めっちゃ時差あるな、そこまで。こんばんは、今日はあんまり、どうだろう、今は間の取り方が上手くなって、あ、そう例えばね、こう時差話すやん、今まではもう時差ありすぎてその時差あったらその時差の間に話題をね変えとったんよ。そしたらなんかその時差に追いつけんくて、コメントするのが時差に追いつけんみたいなことをね、なんか話したりした時もあって、確かショールームでね。で、てけその時差までの私が話した話題のまでの時間も、え、今もそう変わる？
ちょっと待っとる。ノースリーブね、ちょっと寒くなってきて、さっきまでね衣替えしててね、暑かったんですよ。動いて、すごい動いてたから、すごい動いてたわけじゃないけど、重たい、あ、またほらまた話が変わっちゃったけど、そうだね、みんなごめんね、面白いね。面白い感じ。はい、ここはそう、背中にゼッケンついてないですよ。こんばんは、うん、話がね脱線してしまう。ラングドシャット久しぶりに見たら何？久しぶりに見たら綺麗になったで、ね、いける、やばい、もうえもう19歳だっけ、もう20歳できる、もうすぐ20歳か。ああもう大人だ。でもね18歳になった時からもう成人、そう成人時期大人ない。こんばんは。でも変わるかな、みんなはいつから人生が変わりました？大人って思ったけど違ったわ。え？でももうすぐ、もうすぐ0時、マジ？やばい、あと6分、どうしよう。くるくるお願いします。何？ターニングポイント、みんなのターニングポイント。16歳、16歳の頃、え、推しに会ってからです。就職してから、まだですか？変化があるのは30までよ。え、30歳からは何？どうなるの？まだまだ子供ですよ、まだまだ子供なんすよって言い出したら大人。ちょっと待って、そうなんや。大学で上京してから、上司に怒られてから、え、人生が、え、ターニングポイント、それ、そっか、ターニングポイントね、いろいろあるんだ。私は STU に、じゃあもう13歳で、え、13歳、13歳でターニングポイントだわ。やばくない人生、何度もあるか。 STU に入ってからも、まあ、いろいろターニングポイントあったはずじゃけ、ね、まだまだある。そう、でもめちゃめちゃ大きなターニングポイント、それはそう。いやすごいね。そうね、いろいろある、いろいろあります。あー、選抜に入った、確かに風を待つで、いやーどうなんだ、いっぱいあるよ、そんなターニングポイント。考えさせられる、本当にね、
高校入ったのも結構ターニングポイントかも。入るか入らんかって両立するかせんか自分的に人生のあれだった。もう57分、やばい。じゃランキング読むわ。13位スエン、12位マキマキ、11位ノッシー、10位青のり、9位ゾウ、8位キブピー H、7位癒し系、6位サージカル、5位バオバブ、4位ライトニング98、3位コニョ、2位ポッポやしまちゃん、1位はスバル。ありがとうございます。まあ7位に入ったのは結構大きいターニングポイントですね、という結論で今日は何の話したランドシャットランドシャット。いや今日もなんかねあっという間に時間が過ぎるけどびっくりするよね。みんなも衣替えして、もうそろそろこのゴールデンウィークに衣替えしたらいいよね。え明日も雨じゃけどうす、あの広島だったら。みんなも衣替えした？したか。早いでもするの遅いと思ったらもう暑くなるけ。え待って、明日から仕事、日曜日じゃけど。うん、まだ寒い。確かにそうじゃね、寒い日もあるね。でもこれから暑くなりそうじゃけどね。確かね、コクの日がね一回ジップで紹介したけど、コクの日からね日差しが強くなる日が増えるっていうのが書いてあったけどね。二十四節気。おやすみなさい。寝ます。バイバーイ。寝ます。おやすみなさい。勝手に寝る、終わる、これ勝手に終わっちゃう。バイバイ。